匹一緒に保護してもらい、6匹家族になった。白黒ハチワレのお豆ちゃんズ、はい、絆は人のご飯が美味しく見えちゃうのかな。人のがいいの。性格の違いが出て面白くなってきましたよ。仲良しなのでトイレもツレション状態。一匹が催すと他の子もしたくなるのか。大きなトイレも2匹同時では狭いですね。隣のトイレが気になるのは唯一のオス、リクト。母猫に似て世渡り上手なのがつむぎ。少し神経質な面がある毛長のオリ。マイペースで一番体格のいい絆。一匹ずつ個性をご紹介しますね。これは小町ママが大好きなつむぎ。次はお返事オリちゃん。アイちゃん、アイちゃん、アイちゃん、アイちゃん。おひげがあるけどお姫様なの。アイちゃん、でも羽のついたおもちゃに豹変しちゃう。これは猫の頃からずっと一緒。普段はおっとり、ギャップナンバーワン。毛長さんはブラッシングが欠かせない。絆はフミチュパに猫性をかけるマイペース。毛布が済んだらエアーチュパチュパ。常にチュパチュパを考えてるみたい。パパママの胸元に入ってチュパをしたくて誘う姿が可愛らしい。クールで平和主義な甘えん坊リクト。パパとママを平等に愛するおっとりくん。メスの方が一枚上手なお豆ちゃんズファミリー。でも男同士になったら強いんだ。パパ仕込みのとっても優しい男の子です。おりちゃん来たって。
個性があるのは4兄弟で育ったからですね。一番運動神経がいいのはつむぎ。つむちゃんかっこいい。チムチム。遊んだ後は褒めてほしくて甘えてきます。チムチム。気づくとつむぎの動画が一番多いのです。容量の良さは母猫はっちゃん譲り。性格も8割加減も。一番似てるんですよ。4匹順番に避妊去勢手術を済ませ、みんな羨ましいな。大人になったお豆ちゃんズ。ありがとう。先住の小町虎太郎と6匹一緒になっても個性豊かでみんなが仲良く暮らせるのは、きんちゃん、温かい家庭があってこそ。猫たちの個性に負けない明るいご夫婦から、みんなこれいいおもちゃやな。素敵なメッセージが届いています。はっちゃんへ。一人きりでおまみちゃんズを産んで、全身全霊で子育てしてくれてありがとう。つむぎ。おり。絆。リクト。はっちゃん、あなたが産んでくれた子供たちはこんなに大きく元気に成長してくれました。あなたと交わした約束、子供たちを世界一幸せにする、これからもずっと守るからね。